ドラえもん、アンパンマン、ポケモン、プリキュア、カレーというわけで、あっつんです。子供用のカレーってどんな味なのって気になったので、今から早速食べてみたいと思います。じゃあまずはドラえもんカレーから。ぬい、シールはタイムマシンだぜ。中に塗り絵も入ってる。温める。温めた。いただきます。スイート。けど割と美味しいな。次はこれ、アンパンマンカレー。シールはアンパンマンと仲間たち。温めなくても美味しい。じゃあそのまま食べちゃうぞ。うん、いい。いただきます。これはカレーなのか。こいつは甘さの度が越してるぜ。はい、次はポケモンカレー。ねえ、シールはおしゃまり。知らない。これなんかお絵かき遊びっていうのが入ってる。これも温めなくても美味しいって書いてあるから、そのまま食べちゃうぞ。ぜひいただきます。さっきの食った後だからめっちゃカレーっぽく感じる。なんかでもな、これもカレーもどきって感じの味がするんだよな。じゃあ最後、トゥインクルスタープリキュアカレー。シールはなんかギャルっぽい女の子他二人。これも温めなくて美味しいって書いてある。っていうかドラえもんのやつもよく見たらそう書いてあった。はい、いただきます。一瞬来るこの馬って感じと後味の悪さは一体何なんだ。つうかどいつもこいつもただ甘いだけじゃなくていろんな特徴もあって侮れねえ。やっぱドラえもんかな。みんなも買ってね、食べてみよう。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow。